あきです。今日はいつもの私服紹介をしたいと思います。じゃあレッツゴー、ピコピコ TV。 カジュアルガーリーのテーマなので、 T シャツは結構カジュアルなシンプルな T シャツなんですけど、このロングスカートでレースだったりプリーツがあったりして、それでガーリーさを足してカジュアルガーリーにしました。ガーリーな袖とこのリボンとちょっと大人ガーリーにしてみました。靴下の柄とこのスカートの柄をブランドを合わせて柄を合わせたのがポイントです。今日のコーデのテーマはモノトーンです。この白と黒でまとめてみました。チュールのヒラヒラがポイントになっています。このリボンのちょっと感じもガーリーっぽいんですけど、でもこの全体的にまとめて引き締まっています。とここの袖がポイントになっています。コーデのテーマは大人っぽスポーティーです。コーデのポイントはここのこの白いレースで大人っぽさを出して、流行りの厚底のスポさんを使ってスポーティーにしてみました。コーデのテーマはスポガーリーとガーリーです。ポイントはスポガーリーでここにかっこよく決めてることと、このスカートでクールに仕上げてスポガーリーにしています。これを脱げばここがふんわりしていてガーリーっぽさとが出ます。それとここにリボンがついてて可愛くガーリーになります。コーデのテーマは秋っぽい大人をテーマにこんな感じでコーデをしてみました。ポイントはまずトップスはボルド色を入れて秋っぽくしました。スカートは黒のプリーツスカートを使いました。靴は前の大好きな厚底にしたところがポイントです。今日のコーデのテーマは甘辛コーデです。甘い部分がこのピンクのちょっと大人っぽい色のピンクのスカートで甘くして、バッグと靴のこの光沢感ちょっと光ってる部分を合わせました。今日のコーデのポイントは洋服とこれがヒラヒラで統一してることと、水玉の白と洋服の白を合わせてちょっとモノトーンめな感じにして、このヒラヒラとあとこのリボンでちょっと可愛さをプラスしてみました。プチモの私服紹介どうだったでしょうか。今度は他のプチモの私服も紹介します。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバイ。